到着しました。疲れた。ちょっとまだ息が上がる。かわいい丸くてかわいい名古屋。名古屋丸くてかわいい名古屋ってどういうこと？名前忘れちゃった。かわいいです。すごーい。ドームよりもめちゃめちゃ平和。あ、トレカ出してる人もだって多いもん。置いてきたよね。置いて。さあ、皆さんとお会いすることができました。イエーイ。楽しみましょう。楽しみましょう。ありがとうございます。ハニヘイ。ハラヘイ。いや、二両ヘイでしょ。女子のハンガーかけてるよって見つけてね。わかるわかる、もうあの子かなって、もう初対面でもわかる。わかるわかる。お会いすることができました。ありがとうございます。女子はって感じ。やばい、あ、ミングさんが、ミングさんが映ってます。やばー、なかなかにやばやば。そう、本当に人いっぱい。やばい。じゃーん。あ、すごいすごい。事故った事故った事故った。写真タイムでーす。イエーイ。女子アさんシリーズ。あ、これも赤なのか。そう、だから持ってきたの。お、あ、そういうことか。回りましたー。なんか全然漏れてないわ、うち。おー、証明証明。いい感じに証明になってる。回りましたー。生中継とかもあってね、めっちゃ楽しかった。いや、やばい。ヨモシ君めっちゃ可愛かったもんね。そう。生きちゃいました。インスタ用に写真撮っていいですかとか言って。もう本当に可愛かった。もう幸せでした。楽しかった。
トちゃんが出てきたりする場所がにあるはず。ある。え、すごいすごい。来ました来ました。綺麗綺麗。しゃぶちカフェに向かいます。さよなー。到着しました。空町初めてだ。空町って、うん、ドリームで流れてるよ今。よいよいよい。いきます、せーの、じゃん。このシアちゃんがかっこよくて、そうそう、添い寝、添い寝だから弾いて欲しかったの。かっこよ。いいのでは。かわいい。イルミネーション。キラキラ。欲しいです。10時10分。星くん今日泣いてたね。でもね。あ、夢で夢で夢で。そうそうそう。夢で夢で夢で。また次おたかつあってね。当てていけたらいいですね。うん。もうこれは当たらないと困る。いや、そう、本当に。困るの、だから頑張ろう。頑張っていきましょう。次もセブチに会えますように。ということで、バイバーイ。